IVR、セラフィム、ストレイキッズや TYT など人気アイドルたちは年末になるたびに火曜大祭典に出演してライブをするんですけど、人気アイドルが多数出演する分、火曜大祭典のチケットの倍率はとんでもないくらい高いんですね。最近火曜大祭典のチケットが買えなかった人たちが闇チケットを買ったんですけど、これが闇チケットじゃなくて偽造チケットだったんで、日本人や中国人を含めた数百人の人たちが入場できなかった事件がありました。こんなことされたら1週間は寝れなくなりそうなんで、皆さんも気をつけてください。今までいろいろ闇チケットに関するニュースを見てきたんですけど、今回の事件ほど最悪なのは見たことがないんですね。火曜大祭典で下げられた人たちは数万円ぐらいの金銭的な損失はもちろん、ずっと楽しみにしてたイベントがなくなったというね、とんでもない喪失感を感じるようにもなったと思うんですけど、多分明日食べようとして冷蔵庫に入れてたケーキが起きたらお母さんに食べられた時の衝撃の2万倍ぐらいあると思います。定期的に闇チケットが話題になってるんですけど、普通のやり方だとなかなかチケットが手に入らないからなんですね。アイブみたいな人気アイドルのライブのチケットは大体先着順で買うことができるんですけど、たったの数秒で完売されちゃうこともあるぐらいなんですね。韓国ではチケティングって調べたら、練習が関連キーワードに似てるほどチケットを買う練習をする人たちもいるぐらいで、アイブみたいな人気アイドルの場合は倍率が非常に高くて、パソコンや携帯の速度が遅かったら買えないぐらいなんですね。ここでどうしてもチケットを手に入れたかった人たちがやることには大きく2つがあって、ファンクラブに加入して次からはファンクラブの会員として先に予約する権利を獲得するか、闇チケットを買うかなんですね。ここでライブに行ったことある方は、ライブでチケットを買った人しか入場できないんじゃないのって思った方もいると思うんですけど、それがね、方法があります。韓国にはアオムっていう言葉があって、直訳するとアカウント移し替えという意味なんですけど、芸能事務所もバカじゃないんで転売対策を取ってるには取ってるんですね。チケットは買った人のアカウントに帰属されて、そのアカウントの持ち主じゃないと入場できないし、チケットを譲渡することもできなくしてるんですけど、転売屋は自分で買ったチケットをキャンセルすることで譲渡してるんですね。例えばね、転売屋がアイブのチケットを3万円で売ったとしましょう。そしたら転売屋は入金確認後メッセージを送るんですね。今日の夜の8時35分にキャンセルしますとね。そしたらチケットを買った人は転売屋に教えてもらった時間にホームページに接続してキャンセルされたチケットを買うことで取引が完了するんですけど、このやり方には非常に高いリスクが伴うんですね。普通にキャンセルされたチケットを買うためにずっと F5 を連打してる人たちがいて、アイブみたいな人気アイドルのライブの場合は基本ずっと F5 を連打してる人たちがいると思った方がよくて、転売屋に闇チケットを買ったとしても、その後キャンセルされたチケットを自分で買えるとは限らないんですね。そして普通に詐欺も多くて、お金を払ったら転売屋との連絡が途絶えたりもしてるんで、皆さんも正規ルートでチケットを買うことに失敗した時には潔く諦めてください。闇チケットは絶対買わないでね。じゃあ闇チケットでいくらぐらいで売れるかってことなんですけど、韓国国内用基準でアイブのライブだと VIP 席で約8万円、一番安い席で約1万円ぐらいはするんですね。これはお金を払ったらチケットが手に入るわけではなく、さっき言った通りチケットの移し替えをしないといけないんで、他の人に取られちゃうリスクがあってのチケットを除いての価格なんですね。でもこれもまだ安い方で、ブラックピンクの場合は台湾で本来約3万7千ぐらいだったチケットが45倍の170万円に売れたりもしてたんですね。なんで転売屋たちはK-POPアイドルのライブのチケットは買えたら絶対儲かるという認識を持ってて、普通のファンたちが定価で買えないという被害を受けてるんですけど、これを聞いて俺も転売しようかななんて思わないでください。しばくからね。で、闇チケットってどうしようもないかってことなんですけど、個人的にはそうでもないと思います。昔日本であったことでエヴァンゲリオンのグッズを買って転売しようとした人たちが多かったらしいんですけど、その時に買おうとしてた人たちに店員さんがエヴァンゲリオンの好きなところを教えてくださいという質問をして、それに的確に答えられた人にのみグッズを売ったらしいんですね。そしたら本当に好きな人だけがグッズを買うことができて、転売屋は買うことができなかったらしいんですけど、個人的にはこのやり方が天才的だと思うんです。みんなこのやり方を参考にして、チケットを買う前に画面にこういう質問が出てきて、答えられなかった人にはチケットを売らなかったら転売を大幅に減らすことができるんじゃないかと思うんですけど、皆さんも皆さんの思ういい方法があったらコメント欄に残して、概要欄から日韓交流会にも参加してください。ご視聴ありがとうございました。